こんにちは、クロケンです。今日はですね、歌を歌ったり、絵を描いたりする中の、一つ、得意技というか仕事なんですけれども、アニメーションを作るということをしておりました。過去形で言ってしまうのはなぜかというとですね、フラッシュというソフトに特化したアニメーションを作っていたんですけれども、とうとうですねフラッシュがなくなってしまいました。サポートもゼロということでですね、で、もうかれこれ10年近くになるかな、代替えのそのソフトも噂はありましたんでね、をずっと探していたんですけれども、見つからないまま、アニメーションを作らないでいたわけですが、ここ数1年ぐらいですかね、気づいちゃいました。Adobe の、After Effects、 これね過去に何度も使ったことあるソフトです。で今はプレミアというもので動画の編集をしているんですけれども、 After Effects がほぼフラッシュに近い状態になって、もむしろその、パワーを何倍にも膨らんでいるような状態になっているということを最近知ったんですよ。あんまりにも自分がうっかりしていたので、ちょっと自分で自分が責めたくなりますけれども、ということで62歳になっちゃいましたが、勉強したいと思っています。どういうことかというと、今ちょっとここにも映ってるかと思うんですけど、これわかるかな、プレミアとアフターエフェクトですねを、両方を駆使して、タイトルを出したりとか吹き出しを出したりとかっていうのを、やれるわけです。そこが、ポイントになるんですけれども、このアフターエフェクトに関しては、通常今自分の動画でも使っているこのアニメーションですねを、ここで組んでしまえると。あ、このカーソルでやっても分かんないよね、こういう状態で作れるということになりましたが、大変なことが一つあります。これが40代ぐらいだったらまだいけるんですが、62になってアフターエフェクトをまた勉強し直すときに、フラッシュで使われていた、言葉を全て捨てなきゃいけないです。これは当然ですけどね、ということでここの中にある用語を全部また覚え直しです。それからここですね、これ今40ぐらいのインチ数だったかな、なんか大きいカメあのテレビに映して見なければ文字が読めません。これですこれね、ということで62歳でアフターエフェクトでアニメーションが作れるのか、いやいやいや作らなきゃいけない、勉強しますということで、こういう動画をちょっと一つ企画しました。ダメな人間がだんだん覚えていく様ですね。そして、教えてくれる YouTube たくさんあります。これも、今ここでは開いてなかった、ノウハウを教えてくれる YouTube を見ながらですね、覚えてそれを自分なりにやって、でそのやってる姿もまた、動画に起こして、そうしながらこう組んでいくと。でそれをやってる間は僕は誰かに教えるレベルにないので、むしろコメント欄に教えてくれる人が書き込んでくれたらもう最高だと何バカなことやってんの、もっとこういう風にするんだよっていうのを、やってもらえれば嬉しいなと思います。ということで実際のところここコロナ1年半ぐらいの間のコロナの、おかげで全く仕事になってませんので、ここで一発もう一回自分の方をブラッシュアップして、アニメーションタタッとできるよと、言ってしまえばこんなにかっこいいのがこの値段でできるんだよっていうのをちゃんと見せてですね、仕事にまたつなげたいと思います。62でも仕事しないといけない立場ですから、ということです、早口で進んでいますが、老眼にもめげずあとは夜眠くなっちゃうんだよな
徹夜は無理ですもうね、ということでここでやっていきますよ。今、最も基礎的なことをですねやっている YouTube を、拝見しています。ビジュアルコードさんという、チャンネル名ですね。今用語をですねいろいろ、調べたいと思っているんですけれども、実際に作っているところで出てくる用語の方がいいかなと思ったんですが、こちらは女性の方で、ムーングラフさんというチャンネルです。とてもね優しい可愛い感じのを作っているので良いかと思ったんですが、少し中級レベルですかね、用語がそのままポンポンで飛び交いますので、もうちょっと後に理解してからにしようかな。親子なんとかとか、あの元にこう顔の中の、表情とかね、それを親子の関係にするそうです。親子、そんな名前があるのか。もともとは何だったっけな、ああもういいや。初歩的な用語を、教えてくれるチャンネルですね。クリエイターズジャパンゼロから学ぶ動画編集チャンネルさん、ここでですね見ているんですけれども、やっぱりこういうところもちゃんと押さえといて、ああそういえばそう言ってたなっていうのが必要かなと思います。ちょっと音がかぶっててごめんね。それでどうしても自分で欲しいものがあったんですよね。コンポジションっていう一つの、ブロックの中にアニメーションがあるのは分かったんですが、アニメーションって、例えばこれね、自分で組んでるやつでも何番だったかな、これか、わかるかな。あ、一つ気になっているかと思うんですが、カメラで今撮っています。これね、画面をそのまんま録画することって可能なんですけれども、それをしてしまうととても重たくなります。今、よくわからないままやっているのですごい長時間になるといけないので、コンピューターのハードディスクを守りたいがためにカメラを回しています。ということでこれね、これちょっとちっちゃかったね、大きくするにはあこうか、あこれいけないかな。このアニメはこの4パターンなんですね。何かというとこれはポンちゃんなんですが、ポンちゃんが丸い玉になって転がってくるとこです。これをぐるぐるぐるっていうのを一つの組として、ここからピューと移動させたいんですよね。でその時にその組をループさせながら、移動させるっていうやつがどっかにあったはずなんですよ。ループの指示っていうのは今見つけたんですけど、そのこの一塊を何て言うのかが分からなくて見つかりません。これ今日の課題です。こんなところからやってるんだよ、はい。こんな風にちょっとずつしか進まないのがあるところで突然バーッと動くはずです。一応プロです他のソフトでやればね。ということで、ある程度のところまで行って分かるようになったら、今度は分からない人に噛み砕いて、分かる動画っていうのも作ろうと思っています。生配信終わると7時を回っています。これからまたちょっと、あれのアフターエフェクトの勉強を YouTube のアップしてる皆さん、どうもありがとうございます、ね、だいぶ楽だよね昔に比べると。そうだよね、もうさ泣きながらガイドブックを読破していた時代からすると、ただでもねこれっていうここなんだよっていうところがなかなか探せない。
ある程度分かるとその先行きたくなるじゃん、うん、そこをポイント絞って5分で教えてくれる人がいるといいんだけど、なかなか作る側の気持ち分かるんでそうはいかないんだよね、作る時は。そうね、うん、はい、じゃあ今日もアフターエフェクトのお勉強するよ。この方はですね、テテロンさんという方ですね、もうこのアフターエフェクトでお仕事をされている方らしい。ちょっと画面に映してると操作が難しいな。あ、こっちの画面でやればいいのか。ということなので、参考にさせていただいています。あれ音がしないね。時間をかける割合っていうのが分かったところで、テレビに映してみるとちゃんと見える。老眼でもこれが、まあ、YouTube のチュートリアル、僕が上げてるようなチュートリアルとかオンライン教材、あと本、まあ、この辺が割とメジャーかなと思うんですけど、まあ、僕がおすすめしたいのは YouTube です。なんで YouTube かっていうと、まず本はね、ちょっとこれつけっぱなしだと失礼になるので、本このぐらいにしますけど、過去はですね、もうどのぐらい20年以上にわたっていろんなコンピューターの仕事をしてきましたけれども、必ずガイドブックを買うんですね。1500円とか、安いので1000円ぐらいのもあるかな、でも1500円ぐらいは必ずします。で、いい本に当たった場合は1冊でも済むんですけれども、あれちょっと違ってたっていうふうになると迷走するので3冊ぐらい買うことになります。で、それをいろいろ読んで理解するんですけれども、まあ実際に、作業を始めるとね、ああなんだそういうことだったのかっていうことになるんですけど、最初のうちはガイドブックで分かんなくても読んで頭に叩き込まないと何が何だか分からないっていうことが多いですね。ある時からですね、逆引きっていう本が出たのは助かりました。これ思い出話ですけど、こんなことがしたい人はこうするっていう、そのこのソフトのツールはこういうふうに使うっていうことではなくて、でこんなことがしたい人はこうやるんだよっていう、それだけをこう項目としてアップしてあるやつ、これすごく助かりました。ただ、基本のガイドブックも用意しとかなきゃいけないので、それと2冊3000円コースですね。で今この方もおっしゃってるんですけれども、 YouTube がいいよと。そうなんです、うん、YouTube ありがたい、どうもありがとう。 YouTube のおかげで、僕も分かるように噛み砕いていただけております。皆さんこんにちは、フリーの映像デザイナーエドワード・テイリスです。今回は円グラフを作っていきます。あっという間に終わると思います。じゃあ今回もですね、生徒役のアレキサンダーを相手にゆっくり解説していきます。じゃあよろしくお願いします。アフターエフェクツオーバードライブチャンネルさんです。これ結構ねすごいんですよ。初級から中上級になってますけれども、これ最終的には、今はただ見るだけですけど、最終的にはここを頼って仕事をしようと思います。仕事ですごく役立ちそうですね。ただしここでやってらっしゃる方ほど、勉強してしまうと少し行き過ぎてしまうので、僕としてはある程度拾い上げられればと思います。まずはまだツールの名前を全部把握できてないからね、もっと、初歩的なのも一緒に。でつなげてあげただけだったらこれ同じ方向に回るっていう意味なので、かけるマイナス1ですね。
ジャン君勉強してるんだよね。逆回転をするようになりました。遊んでるように見えるけど、はい、勉強してるんだ。できる。ここでですね、もう一回この上のやつを